どうもチャックバスです。今私はバッテリーパークに来ております。まあ、バッテリーパークというのは自由の女神に接続する公園なんですけども、そこからフェリーに乗って行くわけですけども、今ねその公園に向かっているところでございます。で、私は今あそこに見えるボーリンググリーンという4番線5番線から電車で来たわけですけども、一番近いのはねそこの、サウスフェリーっていう駅が一番近い。まあそんなに変わんないんですけどね、まあ、ちょっとの距離であるんですけど、まあどっちでもねそんなに歩かないので大丈夫かなと思います。でここからね公園の中に入っていくんですけども、当 YouTube ではですね、もともとシティパスといういろんなところに入れるチケット、複数チケットがまとまったものがあるんですけども、そちらをねおすすめしてたんですよね今まで。まあ、なぜかというと、まあ、直で入るより値段が安い。ちょっと止めます。リスが、ニューヨークリスがすごい多いんですよね。かわいい。でシティパスの話に戻しますと、シティパスだといろんなところのチケットがまとまっている分、まあ、安く入れるんですよね。安く。でその割引額も結構すごくて30-40ドルかな、安いんですよね。ですのでそういう意味ではすごいおすすめなんですけども、私が当初来た2012年とか3年ぐらいはそのチケット本当に良くて、本来チケット交換とか必要なチケットがあるんですけども、そういうことも必要ではなく、もう直接ね乗り場に行ってそのシティパスで乗れるみたいなが一般的だったんですけども、なんとね2年ぐらい前から様子がおかしくなって、チケット交換しなきゃいけなくなったんですね、シティバス。今までそのまま入場できてたシティバスが、入場しなきゃいけなくなったっていうことで、とてもね並ぶようになったんですよね。で並ぶようになってしまってですね、この特に自由の女神ってむちゃくちゃ並ぶんですよ。今朝の9時でまだ人まばらなんですけども、これがねあと1時間後ぐらいすると1時間2時間後で多分100人以上並ぶと思うんですよね。まあ私が今まで昨年来た時は、一昨年来た時はまだシティパスで来てたので、その時昼間に来たらとんでもない並びになってまして、はい Thank you。 で結局そこで1時間ぐらい並んで入場みたいな感じだったんですよね。で今回はどうしたかというと、直接ウェブサイトで購入していますチケット。そうすることによって、はい、本来ね並ばな交換でね並ばなきゃいけない列には並ばないで入場することができるんですね。それではねセキュリティチェックをね終えて今から船に乗ります。今こうやって歩いてるこの場所もですね、混んでくるとガッチガチに人入りますんで、私としては、これスターチュークルーズっていう会社が運営しているフェリーなんですけども、そこで直接ウェブサイトでね直接チケットを買うことをお勧めします。そうすることによってチケットブースでね引き換えしなくても良くなりますんで、
き換えがしないで良くなるっていうことはある程度並んでてもね、ごぼう抜きで入れさせてもらいます。まあ1時間並ぶのが30分になるぐらいですけども、でもね、混むときは本当に混みますし、で本当に混んで時間食うって本当に観光にとっては結構致命的じゃないですか。そういう意味では私はね、チケットを直接購入して来られることをお勧めします。 Watch that people, watch that. Thank you. で今船に乗りましたけども、で船の中はこんな感じです。で今は晴れてるんでね、上のデッキの方に行きたいと思います。で おすすめはですね、船の、進行方向に向かって右側、右側が、自由の女神、目の前で捉えることができますのでおすすめです。まあ、1階と2階とあるんですけども、今回はこっちにしましょう。ここが一番前なんで、先頭の右側にポジションを取りました。まあ、今回はね、9時に予約して、あのチケット買うときにね、時間チェックインの時間を決める感じになるんですけども、9時に予約をして、今9時本当にジャストぐらいに到着して、ちょっとチケットブースの方は人並んでたんですけども、まあ、そこにはね並ばずに直接ゲートに入れるっていう感じでしたね。で、そうすることによって今セキュリティチェックを終えて、今船にもう乗ってあと出発を待つだけなんですけども、ここまでの所要時間が6分ぐらいですね。6分、これがあと1時間後ぐらいになるととんでもない人になると思います。まあ、帰る時がね、ちょうど11時とか10時とか多分そのぐらいになると思うんで、まあ、そちらまでお見せできたらなと思うんですけども、今までねシティパスをお勧めしてたんですけども、残念ながらねシティパスは、引き換えが必要になりましたので、そこだけね注意していただけたらなと思います。で残念ながらこのシティパスの話なんですけども、エンパイアステートビル、あとロックフェラーセンター、まあ、エンパイアステートビルはね本当に時間帯によってはすごい並んでるんですけども、時間帯によってはねあそこ深夜までやってるんで、本当に時間帯によってはねシティパスでも並ぶことなく入れるんですけども、ロックフェラーセンター、ロックフェラーセンターが11時とかそこら辺でしまうんですよ、最終入場で。残念ながらねロックフェラーセンターはすごい並びますし、シティパスの場合行くと、じゃあ今日の何時に来てねみたいな感じで、なんか整理券みたいな感じになるんですよね。そのまま直接入ることもできないですし、そうですね、時間も限られてしまうということで、ですのでもしね時間を節約されたいっていう方はね、ウェブサイトでチケットをね直接購入しましょう。それがね今2019年7月現在のチケットの取り方としては一番正解なんじゃないかなと思います。それではね船が出るまでねもうちょっとかかると思いますんで待ちたいと思います。それではね出発いたしました。Thank you.
それで、ね、到着しました。朝の時間帯人が少なくて本当に最高ですね。ここまで人が少なかったのは私初めてかもしれないですね。ぜひ行かれる際は、私一番長く待ったのもこの自由の女神の入場から乗船までが一番長く待ったので、そういう意味では朝一が狙い目となっています。入場していきます。自由の女神の博物館と、自由の女神ね、一周してみたいと思います。ああいう感じでオーディオツアーもありますし、ギフトショップとかね、レストランとかもあります。これが新しくできたミュージアム、スタチュー・オブ・リバティミュージアム、これですね。ちょっとまだ朝寝る時間帯なんで、混み合う前にね、こちらを見たいと思います。
ジアムの方が出ました。で今ねこのミュージアムの上側がね一応展望台みたいな感じになってますんでそちらに向かってます。それでは、自由の女神ね一周してマンハッタンに戻りたいと思います。それではね、マンハッタンの方に帰りたいと思います。こちらが帰りのフェリーの並びです。日が経つにつれてどん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 増えてきましたね。 I'm staying in the shade. I'm not getting sunburned for you. But I need you to come back. Sure.無事船に乗ることができました。これからねマンハッタンの方に帰ります。
それでは出発となります。The vessel is now moored alongside the dock. All disembarking passengers should move to the exit gangway at the forward end of the main deck. If you are using the rear stairway, please be advised that once you reach the main deck, you can walk forward along either side of the vessel to reach the exit. Please exercise caution when standing or moving around the decks should there be any unexpected vessel movement. Please hold handrails whenever possible, particularly on stairways. Please step up, watch your step, and hold the handrail onto the log or off of the gangway. Big steps down, big steps down, please. Big step, steps, everyone. Down. Watch your step. うちマンハッタンに着きました。まあ11時半なんですけど、こうなります。やばいです。いかがだったでしょうか。今回は。
自由の女神についてね紹介させていただきましたけども、ポイントとしましてはですね、もし並びたくないのであれば直接、チケットをウェブサイトで購入して、できるだけ朝早い時間にね来られることをお勧めします。でシティパスでどうしても来たいなっていう方は本当にこう8時ぐらいから一番最初船出るんで、本当に8時半9時とかそういう早い時間帯にね来られると、特にねそこまでの並びを食らわずに帰ってこれるかなと思います。それでもですね、私9時に行ったんですけども、結局軽く回って今11時半なんで軽く2時間半ぐらい、滞在しましたので、もっとねちゃんと見たらもっとかかりますんで、しかもそれで並びがすごい並んでたら本当に、午前中全部潰れるか昼過ぎぐらいまでかかってしまいますんでね、まあ、そこだけね押さえておいていただけたらなと思います。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。